続いて特集です。県内最大規模の芸術の祭典沖典で今年新人賞を受賞したのが高校3年生の城間喜乃音さんです。世界で活躍できるアーティストになりたいと語る彼女が生み出す不思議な世界の魅力に迫ります。県内最大級の芸術の祭典沖典、さまざまな絵画が並んでいるんですが、今回新人賞を取ったのがこちら。テーマはカエルが帰る。薄暗い電車に乗っているのは洋服を着たカエル。面白い。あ、ここが海みたい。現実的ではない世界観がすごいなと思いました。想像豊かですごいな。仕事帰りみたいで可愛い。書かれてる帰宅ラッシュな。あ、そうだね、帰宅の木がね、またね。784点の応募があった一般の部で10代、20代の若手に贈られる E の新人賞に選ばれたのが城間喜乃音さんの帰宅ラッシュな快速メトロです。起点で入選を狙って出したら新人賞に入ってすごっていうびっくりして一番嬉しいがやっぱ一番最初に来ましたね。喜乃音さんが大好きだというカエルを盛り込んで非日常な世界を表現しました。人間に化ける大釜っていう妖怪で、この子たちがこの妖怪界に帰りの電車なんですけど、この人間の子は普通のこの帰宅ラッシュの電車だと思い込んで乗ってる。喜乃音さんに似てるなと思ったんですけど、はい、これはどうですか？あ、私です自分のつもりで描いてました。なんか自分が登場するとやっぱ一番自分のことを知ってるのは自分なんで、絵にリアリティが出てくるんで、表現だけじゃなくてこの視覚的なリアリティを高める技法として私は入れています。一番はなんかいろいろ考察してほしいなっていう思いがありました、ね、この絵を見てなんか私はカエルは妖怪のつもりで描いたんですけど、カエルをカエルのまま受け止めるのも面白いと思いますし、1秒でも多くの人の時間を私に使っていただける絵を描きたいなと思っております。喜乃音さんの創作のアイディアは学校でも培われています。ストーリー、連作物で跳ねている、もしくは人の目をイラストで跳ねている。喜乃音さんが通う星槎国際高校那覇はアートや音楽、エンタメなどさまざまな授業を通して興味のあることを楽しみながら学ぶ通信制高校です。この日の授業は漫画イラストゼミとアートゼミで、実際にアーティストとして活動する2人が講師を務めます。天才って天才ですよね。もう一般人が出るアイディア出るかもしれないけど、それを裏付ける画力の強さがあるので。先生も驚いた喜乃音さんが生み出したキャラクターがこちら。顔の部分を手で表現するっていう発想がすごい信じられないですね。信じられない。でまた感情が目とか口とか鼻がないのに手の動きで伝わってくるっていうのが、手話のこの形で感情表現するキャラを作ったんですよ。こうだよね。そう、これが顔になってて、この喋る時もこっちの口がこう。これが顔ですよ。やばくないですか？かわいくないですか？天才師。僕は精査で20年ぐらいやってます、ね。アイディアで言ったらナンバーワンじゃない？あ、ありがとうございます。一緒に絵を学ぶクラスメイトたちも喜乃音さんは個性があふれていると話します。ふと出る発言が面白いよね。なんかセンスがにじみ出てる感じする。わかる。あれですか？センスがあるよ。なんかみたいな人がいるとかじゃなくて、あ、なんか喜乃音って感じの人間だよ。そうなの。俺お前と似てる人はまだ見たことない。確かに見たことない。そんな喜乃音さんが刺激を受けている存在が、弟の最近展示会を弟の個展をしたんで、その時の絵を振り
したばかり。よかったね、初めてテレビ出演して今の気持ちは楽しいよらしいです。すでにアーティストとして個展を開くなど活躍している弟のゴン太さんをはじめとする家族から大きな影響を受けているといいます。姉と弟と父は絵を描いてました。この姉が描いてる姿とか父が活躍してる姿を見て自分もこうなりたいなって思ったのがついてたのきっかけだと思います。どっちも尊敬できる部分が分野が違うんですごい刺激になっていますね。家でも絵に触れ学校では美術部にも所属しアート漬けの日々を送っています。そしたらパキってなる。休憩する休憩したのよ書きすぎなくらい書いてるよ一回書いたらちょっと止まらないんだよ。まあ、ありますね。絵の道をまっしぐらに突き進む木の根さんが目指すものは最終目標は海外なんで将来は私しか描けない絵を描けるようになったらいいなって思いますし自分の作品をこの愛してくれる人がたくさんできたらすごいもう悔いはないですね。唯一無二の世界を生み出す木の根さん、カエルのように世界へと大きく飛び跳ねていきます。いや思わず見入ってしまうような独特な世界観ですね。そうなんです。この発想力に驚かされました。今回の絵のようなリアルなタッチの絵も得意なんですがデフォルメされた絵なんかも得意でキャラクターを生み出してそれを立体作品にもしてみたいと話していました。芸術一家ということでもともとアートの素質もあるのかもしれないんですけれどもやっぱり一番はこう好きこそものの上手なれといいますか、はい、こう作品作りに没頭努力できることが一番の才能なんじゃないかなというふうに感じました。はい、今回おき展で新人賞に選ばれた絵は油絵なんですが今後はデジタルや 3DCG にも挑戦したいと話していてさまざまな分野を網羅して自分の強みを探していきたいと話していました。今後の活躍楽しみです。